じゃーんということで。動き早ないな。テンポが早いな。じゃあ、ちょっとオープンしたいと思います。いいはい、今日は、こいつを使ってみんなでジャムセッションしたいなと思って。お前買いに行った楽器を使って。はい、はい、まあ、そのまま乗っかろうか。頭どこだった？お前が始めたじゃないか。お前が始めたじゃないか。せせせ。頭どうなってるって。じゃ、もう一回、もう一回。はい、皆さん、LBC ピラボです。はい。今日はですね、はい、早速テーマいきたいと思います。何？ちょっと前のめりで。じゃじゃーん。何それ？ヤマハ DX リフェイス。いや、開けろよ。見えへんやん。そこ開けてからの話よ、ま。新しいリフェイスを。新しいリフェイスだろ。ワンがあった。昔古いやつを。そう、リフェイス。そうそう。ヤマハのシリーズで最近出たこのリフェイス早いなテンポがシリーズなんですけど、ね、早送りしてるんちゃうとちょっとこのプチプチをですねこれどうした最近買ったんですよそれを言わなかったそうなんです最近買ってですねファミリーがうちに届きまして、うん、開けたくて開けたくて仕方なかったんですけど、うん、開けてるとこあんま見えてへんのかそれで今日はやっと、うん届いたぞと。はい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 。じゃじゃーんということで、はい決まりました。決まりましたね。早ない早い。動き早ないな。テンポが早いな。これあのコルグと同じサイズぐらいのやつ持ってるやつの。ああそうやね。鍵盤の上に乗ってる鍵盤のやつな。そうそうそう。ちっちゃいやつな。ミニ鍵盤に。お前鍵盤触る前にアルコールそばに。あほんまやほんまや。鍵盤がもう危ない。お前。つぶれた、優しみがもう優しさがドラム叩いたいなもう言えてないちょっと言えてないやめろやすいません叩いたはいじゃあちょっとオープンしたいと思います実際実際割とちっちゃいんですよ実際正式名称何これヤマハリフェイス DX じゃじゃんということでそうでしょ昔のリフェイスのモデルを再でも俺ら昔のリフェイスを知らんの昔のリフェイスの実はもうはいはいはいすごい邪魔よすごい邪魔よすごい邪魔よごめん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 すごい邪魔よ要はこの音を出して出した後にこいつを使ってみんなでジャムセッションしたいなと思ってはいはいはいなんかええなこれタッチやんこれタッチそうそうあタッチパネルちょっと生なんでるからタッチパネルあここからでも音出せるわ繋いでも音出るけどあそうなんあいいやんそれでいいね。スピーカーついてるってこと？そうそう、スピーカーついてる。下に。気になるな、それ。もう気になる。ごめんなさい。グニャーが気になってる。グーになってるから。もう音で。もう断線する。断線する。早いな。スイッチオン。レジコード。お、乗るやん。ええやん。ちょっとさせてみたと。危な。今めっちゃ危なかったで、これケーブル。やばいな。あ、できた。じゃあ、どんな音が入ってるのか。それ、ボリュームマックス？これマックス。こっちみんなやっぱグリグリせんといてと思ってグリグリしてなんか今開封やもんなあレジェンド ELP って書いてあるのレジェンド EP 偉大な偉大なちょこ意外とこの名前ネーミングとかちょっとおもろいんじゃんああうん分かりやすいミニキーボードってでもあれやなこのちっちゃいやんここがすごい全然ピンと来てない。あ、来た！おはようございます。あ、始まった。うまそうやな。なんだろ。でもあれやね。繋がるの分かれへんかもね。なるほど。低音が出てない。出てないな。そうやな。はい、ばっかり。カリッとして。まあちっちゃいからな、このスピーカーも。なんかベースコーナーみたいなとこに来た。おぉ、全然ベース。ロックマンみたい。すごいよ。フェーレ。出発するみたいなデジーな音してんな音もあったりまたちょっとちゃんウッド EP ウッドエレビらしいこれ俺らずっと見せられるまましゃあちょっとまあまあちょっとこの中でちょっとまあこのウッドエレビが良かったからこいつつないで全員でセッション何だこれしましょうかなんだこれこれミキサーっすねそうそうそうこのねこれ演奏するために用意したこれそうやねそうやね今日あとみんなの楽器も前買いに行った楽器を使うはいはい、はい、そうねこれシールドないんやはいはいいい音色揺れ
れてんねん。困ってるやん。ごちさん困ってますわ。ふんじゃあ、まあまあそのまま乗っかろうか。Thank you.
おもろいな。急に終わった。急に終わった。おもろいなとか今気づいたけど、うん、激安激安激安お前めっちゃ安い。お前だけ一番安い。一番安いんけよ。あれはピッチめちゃくちゃ悪いし。そうやな。これもめっちゃパタパタ。これ4本4本にならない。そうやって激安機材が。いやいやこれは今日はちょっと紹介します。おもろいな。いいな。新しい機材ええな。うん。なんかおいおいこれでテーマ作れたらいいなみたいな。あんねんけど。テーマって。俺のテーマ。俺のテーマ。ですよ。まあ、あれはお気に入りのピンクのキーボードがあるわけだから。この横並びでいいから。お気に入りのピンクのキーボードで。びっくりしたわ。こいつを参戦させることはできひん。無理無理。ちょっとそれは難しいよ。無理。これだからライブで使ってくれ。あ、そうやな。ここでは今日だけ。あ、分かった。ピンクな一音しか出ないからな。あ、コードがね。あ、そう。ピンク3台ぐらいいるわ。あれそうやね。いるねいるね。探しとかな。こういう感じでさ。全国のハードオフさんでもお世話になりましょう。ということで今回はこのヤマハ EX を使ってセッションしてみました。終わったよ。